ほどなく解散総選挙が行われるであろうというふうに思いますので、その総選挙を睨んで政権交代前夜という位置づけの構想とさせていただきました。私は本気でこの汚れた政治の海を出し尽くしていかなければいけないと思います。政権交代こそが最大の政治改革であります。野田氏は政策の冒頭に政治改革を掲げ、自民党の海を出し切ると強調しました。企業団体献金の禁止や政策活動費の禁止などを打ち出すとともに、政治家のなり手を多様化する目的で国会議員の世襲を制限するとしています。経済政策では消費税の半額相当を所得税額から控除し、控除しきれない分は給付する給付付き税額控除の導入を図るとしています。さらに多様性を認め合う共生社会を目指し、同性婚などを可能とする婚姻平等法の制定や選択的夫婦別姓制度を速やかに実現させるとしました。産経新聞の悪い記者です。今日立憲の野田元総理の政策発表がありました。街の人に意見を聞いてみましょう。もしもし、野田元総理の政策、あなたはどう思いましたか？嬉しいです。祈りは届いたのでしょうか？自民党がなくなるって確信できました。